Video Diary January the 27th, 2023 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. Video 日誌2023年1月27日、林浩司です。おはようございます。今朝目を覚ますと同時にですね、こんなことを考えました。昨日ですね、ドイツのバーデンに現れた UFO についての動画を一本アップロードしました。もう今からですね、7、8年前の動画というよりもですね、私が調べた範囲ではですね、最も古いその動画にの日付を見るとですね、今から8年前という表示になっていました。今から8年前なんですね。ですからまあ2014年から2015年頃に発表された動画ということになるわけですけども、実はその動画についてはですね、さまざまな場所といいますかね、当時は大変大きな話題になりましてね、でその私も見るところとなったわけですけども、何年か前か忘れ忘れましたけども、まあ、当時はですね、私はですね、その動画はフェイク、ホークス、つまりインチキ、いたずらと考えていたわけです。ごく最近までそうです。ところがですね、そうではなかったということなんですよね。その動画の中にはですね、極めて鮮明な、まあ、エイリアンクラフトとですね、同時に白いに人間らしきと言いますかね、人物らしきものが映り込んでいたわけです。でその白い人間らしきものを見ていた時にですね、それがですね、インドでね、まあ、撮影された小さなトールワイトということになるわけですけども、の様子と酷似していたわけです。それでピピピピンと来たんですよね。ということで、まあ、昨日ですね、それについての動画を発表させていただきました。で、今朝何が気になったかというとですね、その、まあ、バーデンの UFO というふうにしておきますけれども、ドイツで今から7、8年前ですね、に撮影された、その、まあ、見るからにですね、リトル・トール・ワイト、まあ、身長はわかりませんけれどもね、インドのトール・ワイト、リトル・トール・ワイト、を、まあ、参考にするならばですね、身長は1メートルから1メートル20センチぐらいということになるわけですけども、逆にね、その同じようなトールワイトがですね、 UK のですね、シルベリーヒルでも、まあ、目撃され、それがですね、記録に残されているわけです。そのシルベリーヒルのトールワイトはですね、身長がですね、まあ、2メートル以上あったわけですよね。ですから、まあ、画像あるいはその証言だけでですね、まあ、証言の方はですね、そのまあ証言として残っているわけですけども、画像だけ、特に画像ですよね、画像だけで、まあ、その身長をね、その知るための、まあ、相対的というか対比的なね、何かのものがあればですね、分かるわけですけども、ない時にはですね、身長というのはわからないわけですよね。まあ、しかし、まあ、小さくても大きくてもですね、まあ、ともかくも白い、まあ、人体らしきものがですね、映り込んでいたというわけです。そしてその人体らしきものがですね、インドで撮影された、まあ、そのインドで撮影されたリトル・トール・ワイトはですね、小さいんですよね。というのはバイクがその横を通り過ぎますからね、そのバイクの荷台よりもやや高いかなっていう感じぐらいなんですよ。ですからまあ1メートルから1メートル20ぐらいという数字がそこから出てくるわけですけども、まあ、そういう生命体であったわけです。でその生命体を基準にして考えるならばですね、つまりバーデンの UFO の近くに現れたその人体らしき人はですね、大変小さいということになるわけですけども、しかしよく見るとですね、ここが今日朝ね、私考えたところなんですけども、体がですね、
針金のように細いんですよね。そして腕もですね、手もですね、針金のように細いということなんですね。その針金のように細い、まあ、その生命体がですね、手を振り上げて、まあ、手をなんか振ってるようなシーンが出ているわけですよね。まあ、そのシーンだけ、まあ、このここで今このビデオ台の中でね、いわゆるその、まあ、皆さんによく分かっていただけるようにですね、繰り返し出すようにします。少し編集してですね、その背景には昨日、発表しました動画を、まあ、ずっと流しておきますけども、ともかくもその腕に注意していただきたいわけです。で、考えたことっていうのはですね、朝起きてですね、目を覚まして考えたことって言いますかね、思いついたことはですね、その動画を思い浮かべながらですね、うんと思ったわけですよね。というのは、その一つにはその、まあ、考えられる、まあ、可能性穴としてはですね、つまりその人体の部分はですね、いわゆる CG 合成のようなもので作られているのではないかという、まあ、その疑いもあるわけですよね。しかしということで、まあ、そうした例がですね、あちこちから集まってきているわけですよね。分かりやすく言えばですね、今言いましたように、今このバーデンの UFO ですよね、ご覧いただいているのがバーデンの UFO ということになるわけですけども、インドのそのリトルトールワイトですね、小さな白人トールワイトですね、白人というよりもトールワイトですね、衣服が白いというところから、そういうふうに、まあ、私は位置づけてますけども、それからシルベリーヒルの UK のね、で現れたそのトールワイトですよね。それからいろんな例があるんですよ。例えばジンバブエのね、エアリアル小学校でも服役された、まあ、そのいわゆる、まあ、その人たちはその UFO の上でぴょんぴょんと飛び跳ねていたというような証言がですね、子どもたちの間から、生徒たちの間からですね、出ているわけですけども、一つの大きな特徴はですね、動きがすごく素早くて、そしてぴょんぴょんと動き回るということなんですね。同じようにポポカティ・ペトルですね、メキシコのポポカティ・ペトルでですね、山岳警備隊員の方たちがですね、目撃したそのやはり生命体の人たちもですね、信じられないほどの速さで山の中を軽装でですね、走り回っていたっていうようなことなんですよね。まあ、共通してその証言を集めていくとですね、最大公約数的にですね、まあ、それらの証言をまとめるとですね、つまりそれらの人々はですね、地球の重力そのものをですね、無視して行動している、動いている、飛び跳ねている、走っているということになるわけですよね。で、そのバーデンの UFO のと同時にですね、撮影されたその人体の様子を注意深く見るとですね、奇妙な動きに気がつくわけです。それは針金のようにと言いますか、紐のように細い体でありながらですね、手を振っているということに合わせてですね、その人たちが消えていくシーンですよね。消えていくシーンがですね、とても まあ、いわゆる不自然というのもおかしいですよね。いわゆる人間の、いわゆる私たちが持っている常識とははるかにかけ離れた消え方をしているわけです。まあ、つまりですね、足腰を動かして、まあ、消えていくというよりもですね、突っ立ったままスーッと地面の中に吸い込むようにして消えていくということですね。まあ、一人ではなくて、もう一人の人もそういう消え方をしているのが注意深く見るとよくわかります。で、私はですね、今朝目を覚ましましてね、こんなことを考えました。つまりですね、まあ、この言葉を使った人は、今までには誰もいないと思いますけれども、つまりですね、宇宙からの来訪者の方たちはですね、つまりですよ、無重力スーツを着ているのではないかということなんです。とても楽しい話でしょ？無重力スーツです。というのはですね、宇宙で、まあ、ある程度長い期間、あるいは、まあ、その彼らの母性がどこにあるかそれは分かりませんけれども、私はですね、まあ、ちょっと話それますけれども、いわゆる地球に似た環境ということで、いわゆるそういう惑星探しっていうのは、まあ、ずっとなされてますよね。そして科学者たちがですね、次に言うことはですね、地球に似た環境がどこどこの、まあ、星団、いわゆる
太陽、まあ、太陽ですね、の惑星の中にあるとかないとか、まあ、そういう感じで感じてますが、そういう言い方をしてですね、地球に似た環境という言葉を使うわけですけども、まあ、科学者の方たちが使う地球に似た環境というのはですね、つまりはその惑星の表面を言うわけですよね。大気があって、大気の組成分がですね、まあ、窒素と酸素でできているとかね、まあ、そういう形で言うわけですよね。それから同時に、まあ、その惑星があるその近くの、まあ、地球太陽系風に言えば太陽からの、まあ、光線といいますかね、光というものが届く、そういうような環境を総合して、いわゆる、まあ、なんて言いますかね、地球型の環境というわけですけども、私はですね、もうずっと言っているわけですけども、主張しているわけですけども、この地球の表面というのはですね、生物の生まれる環境としては、まあ、素晴らしい環境と言いますかね、を持っているのかもしれませんけども、実際知的生命体が住む環境としてはですね、この地表面というのは極めて劣悪というか危険と言いますか、まあそういう環境なんですよね。というのはこの地球を取り上げてもですね、太陽からのですね、いわゆるその、まあ、いろんなね、有害な放射線であるとか光線がですね、もう雨あられというよりももう常にこう降り注いでいるわけですよね。いわゆるまあ危険な状態なんですよね。プラス、まあ、隕石ってことを考えるならばですね、地球の表面、あるいはまあいわゆる惑星の表面というのはですね、まあ、知的な生命体が生命を維持するというよりもですね、住む環境としては極めて不適切、危険ということになるわけですよね。となるとどこに住むかということになるとですね、地下ということになっていくわけですよね。地下、地下、地下ということになっていくわけです。ただ地球の地下はですね、まあ、中心部に言いますか、まあ、薄っぺらいね、卵の殻のようになっていて、中はですね、まあ、ドロドロとした高熱の、ドロとした高熱のマグマのようなもので詰まっているわけですから、まあ、地下深くということにはいかないかもしれませんけれども、仮に月のような、まあ、衛星があればですね、最も適した環境というのは、つまり地下ということになるわけです。まあ、いろんな意味においてはですね、いろんな意味において。まあ、なおかつ、ひょっとしたらですよ、そのマグマの割合がほんと小さければですね、逆に今度は、その地下というのはですね、環境の安定した中空間ということになるわけですけどもね、まあ、大きさ、その惑星の大きさ、まあ、引力ということになってくるわけですけども、ここで登場してくる言葉が引力ということになるわけですけども、例えばこの地球の表面にしてもですね、まあ、外惑星から外惑星 ET ですよね、エクサトレスレルズの方たちにとってみればですね、この地球に住むということはですね、それプラス今度は重力の問題が出てくるということになるわけです。ですから私何度もね、もうこれも証明しましたけども、地球へやってきた外来種型のですね、エイリアン型の神々っていうのは、みんないわゆる歩行補助装置をつけていたということですね。そしてその様子、証拠がですね、アッシリアに残っているレリーフなどによって証明したということになるわけです。歩行補助装置ですね、ウォーキングエイズ、エイズということになるわけですけどもね、が必要だったということなんです。例えばその様子を表したのが日本の遮光器道具、あるいは縄文ヴィーナス、縄文の女神、いろいろありますけども、あるいは埴輪もそうですけども、異様に足が太いということですね。そしてその足の太い様がですね、共通して、まあ、半球体の足でできているということですよね。逆さ半球体ということになるわけですけどもね、つまり歩行補助装置をつけていたということになるわけです。つまりなぜ歩行補助装置が必要だったかというとですね、つまりは地球の重力が問題であったということになるわけです。この地表をですね、外来種の神々は自分の足で歩くことができなかったということになるわけです。わかりやすいね、やっぱり遮光器道具でしょうね、まあ、宇宙服を着て足にはですね、歩行補助装置をつけていた、その様子はですね、そっくりそのままいわゆる縄文のヴィーナス、縄文の女神と同じだということです。見比べてみてください。まあ縄文のヴィーナスたちはですね、ハイヒール型ってことになりますしね、遮光器道具の方はですね、いわゆるローヒール型ってことになるわけですけども、その違いはありますけども、その太ももの部分ですね、ぽっこりと丸い、まあその半球、逆さ半球体の部分でできているということです。まあ、こうしてですね、重力という問題が浮かび上がってきたということです。
ところがですね、まあ昨日編集した、まあ、皆さんにお届けしましたね、バーデンの UFO の近くに現れたエイリアン、はじめはそれ、まあそれだけでしたらね、これはというふうに思うんですけども、他の事例と重ね合わせてみるとですね、時空を超えてと言いますか、時場所を超えてですね、同じようなエイリアンが現れている。なおかつそのエイリアン同士の、まずか動画同士のですね、接点がないということになればですね、これはまあ両方とも、まあ両方だけじゃないんですけども、いろんな事実と合わせても本物か偽物かという判断へと迫られていくわけですけども、接点がないということになればですね、まあ、事実だったということになっていくわけです。そういうような視点でですね、昨日その動画を発表させていただきました。で、私はバーデンの UFO は本物である、なおかつその UFO の近くに現れた人体らしき、まあ、その人たちは、まあ、いわゆる CG 合成による偽物ではないと判断したわけです。まあ、そういうところからですね、まあ、そういう視点でですね、まあ、この背景になっている動画を見ていただければ嬉しいんですけども、さあそのもう一つ話に戻しますけども、そこに現れているですね、つまりその人に注意していただきたいんですけども、針金あるいは紐のような人たちだということですよね。で、まあ、常識って言いますかね、今私たちが知っている宇宙学って言ったらいいのかな、とにかく例えばですね、 ISS でですね、何ヶ月も生活してくるとですね、例えば地方へ帰ってきた時には、まあ、すぐにね、重力に馴染んで、あるいはその重力に、まあ、その逆らってと言いますかね、そのスカス、いわゆる以前のように、それ以前のようにですね、ISS に乗り込む以前のように、スタスタと歩くということはできないわけですよね。ですから、まあ、宇宙飛行士の中にはですね、地表に降りたと同時にですね、車椅子生活をしばらくすようになくさせられるというケースもあるわけです。いわんや、エイリアンたちということになるわけですけども、まあ、その話を戻しますとね、その地下を奥深くに住んでいればですね、例えばその惑星の中心部に近ければ近いほど無重力状態になるわけですからね、まあ、そういうところで住んでいる、あるいはひょっとしたらですね、人間のこのいわゆる大気、いわゆる気体の中に住んでいるのではなくてですね、例えば海の魚、イルカ、タコなどを想像していただければ分かりますけれども、そうしたその浮力がつく世界に住んでいる生命体の方かもしれないわけです。それはどこに住むかはですね、いわゆる、まあ、運と確率によって決まるわけですけどもね、まあ、運と確率ってなんかにいい方ですけども、要するにその、まあ、その生命体が生まれ育ったといいますかね、住環境によるわけですけども、まあ、たかりにですよ、地下に多く住んで、そしてその中心核に近いところに住めば無重力状態に近い状態になりますし、例えばタコや魚のようにですね、いわゆる、まあ、液体の中で住むようであるならばですね、浮力というものが働きますから、やはり、まあ、無重力状態に近い状態で、まあ、生命は進化するわけですよね。まあ、どちらであるにせよですね、そういうところで住むのであればですね、筋肉というのもですね、限りなく不必要になってくるわけですよね。海の中に住むクラゲを例に挙げるまでもないと思います、というような印象をですね、まあ、昨日バーデンのですね、その映像画像を見ていてですね、考えた。そしてそのことをですね、今朝朝起きると同時にですね、目を覚まして、まあ、どうなのかな、そんな方たちが果たしてこの地球の重力に耐えられるのかなというふうに考えたわけです。で、思いついたのが先ほど言いました、いわゆる反重力スーツということになるわけですよね。まあ、つまりそのスーツを身につけるとですね、つまりは反重力の、まあ、その力というよりも反重力的になる、もっと言えばですね、地球の物理学を無視した、あるいは無視することができるように、まあ、人体をですね、保護できるスーツということになるわけです。その証拠というわけではありませんけれども、そのバーデンの UFO が本物であると私は考えたわけですけれども、そのバーデンのその UFO の後半部ですよね、その UFO がですね、もう人間の、まあ、常識を超えると言いますか、私たちが持っている物理学の常識を超える速さで急発進して、シュッとこう宇宙へと消えていくわけです。この様子はですね、あちこちで UFO を目撃した人たちの証言とも一致しているわけです。まさに
いわゆる飛んできてですね、高速で飛んできて、そして直角にポンと回って、そしてまたどこかへと消えていくとかね、まあ、そういうその何て言いますか、慣性の法則というんですけどもね、そういうものを、まあ、無視して飛んでいるってことですよね。となると、その、まあ、物体である、金属的な物体であるならばですね、直角に、まあ、方向転換することも可能でしょうしってことになるわけですけども、では中に乗ってる人間はどうかってことになりますとですね、そこで反重力スーツっていうのが生きてくるわけです。つまり重力の影響を全く受けない、そういうスーツを、まあ、身につければですね、つまり2つのいわゆる現象がですね、まあ、その証明できるわけです。一つはそのこの地表面においてですね、紐のように針金のように細い人たちがですね、ひょ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 いと動き回れるってことなんですね。その例えばあのシルベリーヒルのノッポの白人たちを目撃者の発言、証言によればですね、信じられないほどの速さで山を動いていったとっていうことなんですね。それからポポカティペトル山で、そのやっぱりその背の高い人たちを目撃した山岳警備隊の人たちもですね、彼らはもうその軽装でですね、そのポポカティペトル山の上をですね、スーシースーシーと動き回っていたということなんですよね。それからエアリアル、UFO 遭遇事件の場合もですね、小学生たちがですね、その人たちが UFO の上でですね、教師もあれ目撃してるんですよね。ぴょん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 と跳ねるように、まあ、身軽に飛んでいたということがあるわけですね。まあ、そうした証言を集めて総合化して判断するとですね、つまりは反重力スーツを身につけていたというふうに考えることはですね、私自身今この瞬間ですけどもね、荒唐無稽ないわゆる空想妄想ではないような気がするわけです。もっと言えばですね、もう仮説の段階に入れていいようなその話ということになるのではないでしょうか。つまりですね、そういういわゆる パワースーツというのもありますけどもね、反対に反重力スーツというのもあってですね、つまり重力、いわゆる、まあ、いわゆる慣性の法則、さらに言えばですね、地球の人間たちが知っている物理学の法則を超えたその動きというものがですね、その反重力スーツによって説明できるということになってくるわけです。となるとですね、つまりは、まあ、エイリアン種の外来種の方たちはですね、この地球へやってくるときにですね、その反重力スーツを身につけていたということになるわけです。その一つの、まあ、様子って言いますかね、それをまあ見事に、まあ、その動画の中に捉えられているわけですけども、その二人のですね、そのエイリアンと思われる人たちがですね、消えていくシーンをもう一度丁寧に見ていただきたいと思います。まあ、後でね、今このビデオであり今先に作ってますので、その動画をですね、まあ、もうちょっと編集してですね、スローにしてですね、なおかつその消えていくところをですね、拡大して皆さんにご覧いただけるようにしたいなというふうに考えてますけども、要するに足が動いてないんですよね。足が動いてないまま突っ立ったままスーッと地球なんて言いますか、その向こうが丘になってなだらかな坂になっていると思いますから、その向こうにまあ遠ざかったのか、あるいはまあ地面の中に潜り込んでいったのか、それは分かりませんけどもね、スーッと消えていく様がその撮影されていますけども、それをもう一度見ていただくとですね、つまりはあの外来種の ET たちはですね、まあ、人間がまだ持っていない、まあ、いわゆるエイリアンテクノロジーを持っていてですね、そのエイリアンテクノロジーを使って作られたいわゆる反重力スーツなるものを身につけているんじゃないかというふうにも考えられるわけです。まあ、とにかくこういう話は楽しいですね。まあ、第一に、大体反重力スーツなんてね、言葉を使ったのも私多分今日が初めてですしね、今日初めてということは私林博氏が初めてだろうしね、また今までそのように考えた人はいないだろうしね、それはまあ調べてみないと分かりませんけども、まあ一つの仮説としてはあり得る仮説ということになるわけですけども、まあ、それをですね発見した、まあ、という部分においてですね、楽しいですねということをですね、今朝目を覚ますと同時にですね、そんな楽しいことを考えましたと同時にですね、皆さんもですね、何反重力スーツというような視点でね、また見ていただく、あの私の動画をですね見直していただくとですね、また別の意味での何て言いますか、楽しさがその向こうから
出てくるんじゃないのかなというふうに思いました。ということでですね、今日のビデオダイリーはですね、大変ある意味でね、まあ、実用的と言いますか、まあ、いつもはねビデオダイリーと言いますとどこか心の問題を取り上げることにしていますけれども、まあ、どこか実用的な話になりましたということで、今日も始まりました。とにかくやるしかない、頑張るしかない、仕事をするしかない、今日も頑張るぞというような思いでですね、もう5時になるところですから、そろそろ起きてですね、今日の仕事をする段取りをつけたいと思います。ということで今日はですね、反重力スーツで仕事を始めることにしました。では皆さん、おはようございます。1月27日金曜日ですね。はい、どうか、まあ、といっても寒いですね。もう布団から出るのがね、まあ一応部屋の中今16、7度にして、暖房機をつけているわけですけどもね、起き上がるのがやや辛いですというような朝です。はい、今日から寒さがですね少し和らげなことを言ってますけども、はい、この2日間ね、私の我が家でもですね、庭もですね、カチンカチンに氷が凍りましてね、朝が昨日あたり朝が 1,2 センチはありましたね。はい、では皆さん、どうか今日一日素晴らしい日を送りましょう。懸命に懸命に頑張って、私も今日一日をですねしっかりと燃焼したいと思います。では今日はここで失礼します。バイ。This video you're watching now was posted on YouTube at least before 2015. The video captures
what appears to be an E.T. spaceship and two white human-like figures. So, this video has been already well known throughout the world and is generally judged to be a fake. But is this video really fake? I, Hiroshi Hayashi, have judged this video to be genuine. I'm about to show you the evidence and why I judge it to be genuine in this video. Sometimes a flow of time can prove the truth. This video is just one of them. I mean, in the course of time, I, Hiroshi Hayashi, have decided that this video is real and genuine. 今ご覧いただいている動画は少なくとも2015年以前に YouTube に投稿された動画です。日付を見ればそれがわかります。この動画の中には ET の宇宙船らしきものと二人の白い人間らしきものが撮影されています。で、この動画はすでによく知られた動画で、一般には偽物と判断されています。が、本当にこの動画は偽物なのでしょうか？私、林浩司は、この動画は本物と判断しました。その証拠及び理由をこの動画の中で説明します。時として時の流れが真実の証明をしてくれることがあります。この動画もまたしかり。時の流れの中で私、林浩司はこの動画は本物であると判断しました。January the 26th, 2023In 2021, a strange human-like figure was witnessed in India by some people on a passing bike. The upper left is a video shot on that night. Meanwhile, another strange people were witnessed by a man at Silbury Hill in UK in 2009. The lower right is the image picture drawn based on the man's testimony.There are very thin people, both wearing white clothes. In this video, we will compare these two cases and examine the people who appeared in these two cases. But before that, if you compare the people who appeared in these two cases, you can see that there are strange similarities. Please compare carefully the heads andclothings. You can see that both heads are slightly grayer than the clothes. The clothes are white, but you can see that the head part of these people is grayer than that. Of course, there is no point of contact between these two cases. So, is this just a coincidence? But I don't think so.Often, the passing time solves a mystery that was there in the past. To put it simply, after 12 years, these two incidents are connected in this way. The Silbury Hill tall white incident occurred in 2009. And it was 2021 that a strange human-like figure was photographed.In India, I, Hiroshi Hayashi, have determined that these people who appeared in these two cases are the same people. In other words, both of these cases are real and true.2021年、インドで奇妙な人物が通りがかったバイクに乗った人たちによって撮影されていました。左上がその動画です。一方、
2009年 UK のシルベリーヒルでこれまた奇妙な人物たちが一人の男性によって目撃されていました。右下がその男性の証言に基づいて書かれたイメージ画ということになります。共に白い衣服を身につけた大変細い人たちです。この動画の中ではこれら2つの事件を対比させながらこれらの2つの事件に現れた人物たちの検証をします。その前にこれら2つの事件に現れた人物を比較してみると奇妙な類似点があるのが分かります。頭と衣服の部分を注意深く比較してみてください。頭の部分が共に衣服よりもやや灰色がかっているのが分かります。衣服の方は白ですが共に頭の部分はそれよりも灰色であることが分かります。あるいは少し青みがかかっているのかもしれません。もちろんこれら2つの事件には互いに何ら接点はありません。となるとこれはただ単なる偶然の一致ということになるんでしょうか。が私はそうは思いません。時としてつまり時の流れがそれまであった謎を解いてくれるということがあります。分かりやすければ互いに12年という年月を経て2つの事件がこうしてつながったということになります。シルベリーヒルでポール・ワイト事件が起きたのは2009年、そしてインドで奇妙な人物が撮影されたのは2021年、つまり12年後。私はこれら2つの事件に現れた人物は同一人物であると判断しました。つまりこれらの事件は本当にあった真実、事実であったということです。広島市浜松シティジャパン。左上の動画がですね、日付から見ると2014年もしくは2015年以前に撮影され YouTube にアップロードされた動画ということになります。右の、動画はですね、小さなトールワイトと思われる、人物らしき人影なんですけども、これは2021年にインドで撮影されています。ということはですね、どう頑張っても上の動画をですね、右の動画を見て、捏造したということは考えられないわけです。一方、インドのこの動画はですね、それ以後に、撮影された動画ということになりますから、つまりは、もし考えられることとしたらですね、左上のその動画を元にしてですね、捏造された、インチキ動画であるということになるわけです。ところがですね、この2021年に撮られた動画と同じ、特徴を持つ、いわゆるトール・ワイトのですね、事件が UK のシルベリーヒルで起きます。で、それは動画は残ってませんけども、きちんとした形でその証拠といいますか、証言が残っているということですね。これからその、シルベリーヒルのに現れたトール・ワイトの動画を皆さんにご覧いただきますけれども、要するにですね、このシルベリーヒルの動画をですね、間に挟んでですね、2014年あるいは2015年以前に撮られた左上の動画と、そしてインドに現れた動画が、その位置するということですね。で、別の角度から検証していますけれども、今ご覧いただいているのはですね、その UFO なるものがですね、急加速して急上昇して離陸していくところです。で、これはオリジナルの動画ということになりますけども、このように急速急、
発信って言いますかね、人間のテクノロジーを超えたって言いますか、考えられない、まあ、急発信をしているということになります。10分の1スローで皆さんにご覧いただきます。まあ、こんなところからですね、あまりにもというようなところからですね、まあ、偽物説が一般になったのではないかと思いますけども、まあ、しかし、まあ、そう判断するのは少し待ってほしいということになります。Boyd Bushman, a former Lockheed Martin Texas Instrument engineer who died August 7th at age 78, 2014, describing his encounters with aliens while working at Area 51, has been making the rounds on social media and news sites. Boyd Bushman was a scientist at deathbed who makes shocking confessions about aliens, UFOs, and anti-gravity technology. Did Boyd Bushman provide evidence of alien contact? He showed in his last interview some photographs of UFOs, and one of them is quite similar to the one which is believed to be a real UFO shot at Area 51. As to the UFO, one of theViewers has commented that it is questioning just yesterday on August the 9th, 2020. It is a comment from a person named Stefan Yaloran, and he writes as follows. The image of the flying saucer in the hangar in this clip, which you are both questioning its legitimacy and claiming is a leaked photos of a real craft at Area 51 in the same clip is, in fact, taken from Steven Spielberg's miniseries Taken. However, very ironically, the comment from Mr. Stefan Yaloran, on the contrary, proves that the UFO photo, which has been said to be leaked out, is genuine.ボイド・ブッシュマンは死の直前の死の男証言で、彼がエリア51で知った多くの秘密を写真とともに暴露しました。その中の一つが巨大な UFO です。で、私はその写真を私の動画の中で同時に別のルートからリークアウトしたとされる UFO の写真とともに紹介しましたが、その巨大な UFO について視聴者の一人の方からこんなコメントが届きました。2020年8月9日のことです。ステファン・ヤローランさんという方からのものですが、そこにはこうありました。あなたが動画の中で示している UFO の写真はエリア51からリークしたものだとあなたは言っていますが、その写真は大変怪しいものです。というのも、その写真は2002年に公開されたスティーブン・スピルバーグの映画 The Taken の中に出てくる UFO のものだからです、と。が、大変皮肉なことに、本当に皮肉なことに、ステファン・ヤローランさんからのコメントが、そのリークアウトされたと言われている UFO の写真が本物であることを逆に証明するところとなってしまいました。なお、ボイド・ブッシュマンは2014年8月7日つまりスティーブン・スルバーグのテイクンの映画が公開されてから6年後に78歳で亡くなっています。広志林、浜松シティ、ジャパン。左上の写真がですね、ボイド・ブッシュマンが死のとこ証言で、まあ、暴露した写真ということになります。ボイド・ブッシュマンは2014年に亡くなっています。で、右下はですね、少なくとも2014年、15年以前にドイツで撮影された動画ということになります。
で、この両者を比べてみるとですね、質感がですね、酷似しているのがわかります。と同時にですね、この UFO 両者にはですね、自転車のスポークのようにですね、中心部から外縁部に向かってラインのようなものが見て取れます。同じようにですね、右下のこのドイツで撮られた動画もですね、まあ、中心部から側面に向かってですね、側縁部に向かってですね、自転車のスポークのようなものが、まあ、見て取れるということですね。このコンセプト、それからその金属的な質感にも注意していただきたいんですけども、左上のそのボイド・ブッシュマンがですね、暴露した写真というのはですね、一般にはこの写真もですね、インチキと判断されています。あまりにもあまりにもということなんですね。ところが、その質感ということを、まあ、考慮に入れるならばですね、まあ、両者とも偽物なのか、両者とも本物なのかということになってくるわけです。つまり、左のような UFO もあり、ということになれば、右下のような UFO もあり、ということになりますし、右下のような UFO があり、ということになれば、左上のような UFO もで、あり、ということになるわけです。まあ、この両者を比べてみるとですね、まあ、1たす1イコール100以上のですね、威力を持つ物的証拠ということになるのではないでしょうか。それから、その両者のですね、底部、底部を見ていただきたいんですけども、底部の様子がですね、酷似しているということですね。まあ何か、まあ逆に、着陸ギアそのものは細い棒のようなものですけども、その底部にはですね、丸い、まあその装置のようなものが見て取れるということです。ボイド・プッシュマンの、まあ、から漏れ出たと言われているこの写真もですね、底部に丸いものが見て取れるということですね。つまり、コンセプトが同じということになるわけです。まあ、これを偶然の一致と取るかどうか、あるいはどちらかがどちらかを、まあ、コピーして真似して、そして、まあ、写真に撮ったか、あるいは動画にしたかということも考えられますけども、左上はですね、ボイド・ブッシュマン、2014年に亡くなっています。で、右下はですね、2014年か15年以前の動画ということになります。というようなことを考え合わせていくとですね、まあ、これもまた右下の動画がですね、本物であるという一つの証拠ということになるのではないでしょうか。ネイバーはボイド・ブッシュマンについて次のように書いています。ボイド・ブッシュマン氏はアメリカロッキード・マーチン社でステルス戦闘機の製造開発に携わってきたシニアサイエンティスト、つまり上級科学者であり、世界的にも有名な航空宇宙科学者である。約40年間にわたり数多くの特許を取得し、航空宇宙産業に多大な功績を残したブッシュマン氏であるが、2014年8月7日に78歳で亡くなった。またブッシュマン氏はエリア51で UFO を研究しているチームに所属していた経歴もあり、その時入手した宇宙人の写真や数々の体験談を暴露し、30本にもわたるインタビューを YouTube に掲載したのだと。広志林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、小型 UFO についてブッシュマン氏が説明している写真です。下から順に上に行きます。そしてパワーアップする前が一番下、順にパワーアップしながら姿を変えていく姿ということになります。そしてパワーアップし航行可能な状態になると、このように、まあ、光り輝くというわけですね。さらにドイツで撮影された動画を見るとですね、その動画、まあその空中にホバリングしているその物体まで撮影されているらしいということなんですね。そしてその物体がですね、まあパワーアップして飛んでいく様がここに見て取れるわけですけども、そのパワーアップしていく時のことなんですけども、まあ、白いもやのようなものに包まれて、そして突然光って去っていくということですね。繰り返して見ていただきますけれども、まあ、ボイド・ブッシュマンが言うところのですね、いわゆるパワーアップした状態における UFO の飛び方をですね、そのまま思わせるような飛び方であるということになります。
で、以上のことからですね、結論ということになりますが、私、林浩司はですね、2014年、あるいは15年以前に撮られたこの UFO はですね、本物であると判断しました。一般には偽物ということになってますけども、時として、時の流れがですね、まあ、真実を明らかにしてくれることもある。この UFO も、またその中の一例ということになるのではないでしょうか。A strange human-like figure was witnessed in India by some people on a passing bike. The upper left is a video shot on that night. Meanwhile, another strange people were witnessed by a man at Silbury Hill in UK in 2009. The lower right is the image picture drawn based on the man's testimony.They were very thin people, both wearing white clothes. In this video, we will compare these two cases and examine the people who appeared in these two cases. But before that, if you compare the people who appeared in these two cases, you can see that there are strange similarities.Please compare carefully the heads and clothing. You can see that both heads are slightly grayer than the clothes. The clothes are white, but you can see that the head part of these people is grayer than that. Of course, there is no point of contact between these two cases.So, is this just a coincidence? But I don't think so. Often, the passing time solves a mystery that was there in the past. To put it simply, after 12 years, these two incidents are connected in this way. The Silver Hill Tall White incident occurred in 2009, and it was
2021 that a strange human-like figure was photographed in India. I, Hiroshi Hayashi, have determined that these people who appeared in the two cases are the same people. In other words, both of these cases are real and true.2021年、インドで奇妙な人物が通りがかったバイクに乗った人たちによって撮影されていました。左上がその動画です。一方、2009年、UK のシルベリーヒルでこれまた奇妙な人物たちが一人の男性によって目撃されていました。右下がその男性の証言に基づいて書かれたイメージ画ということになります。ともに白い衣服を身につけた大変細い人たちです。この動画の中ではこれら2つの事件を対比させながらこれらの2つの事件に現れた人物たちの検証をしますが、その前にこれら2つの事件に現れた人物を比較してみると奇妙な類似点があるのがわかります。頭と衣服の部分を注意深く比較してみてください。頭の部分がともに衣服よりもやや灰色がかっているのがわかります。衣服の方は白ですが、ともに頭の部分はそれよりも灰色であることがわかります。あるいは少し青みがかかっているのかもしれません。もちろんこれら2つの事件には互いに何ら接点はありません。となるとこれはただ単なる偶然の一致ということになるんでしょうか。が私はそうは思いません。時としてつまり時の流れがそれまであった謎を解いてくれるということがあります。わかりやすく言えば互いに12年という年月を経て2つの事件がこうしてつながったということになります。シルベルヒルでトールワイト事件が起きたのは2009年、そしてインドで奇妙な人物が撮影されたのは2021年、つまり12年後。私はこれら2つの事件に現れた人物は同一人物であると判断しました。つまりこれらの事件は本当にあった真実、事実であったということです。広志林、浜松シティ、ジャパン。
で検証してみるとですね、左のこの白い人物はですね、左足をやや引きずっているような感じで歩いているようですよね。つまり何か怪我をしたか、歩きにくいのか、地面が合わないのか、それは分かりませんけども、右足はスイスイと前に出ていくわけですけども、左足の方がですね、何かしらこう怪我をしているような感じがしないでもありません。で気になるのはですね、足が地面についた時にですね、その力がですね、膝腰の方にまあ移動してですね、微妙にこう変化する動きがですね、変化するわけですけども、それもきちんと左の人物にはあるようですね。 CG でここまで表現できるかですけども、足を大地につけた瞬間にですね、膝の方にこう力がかかっている感じもしないでもありません。ですから CG であるとしてもですね、大変こう、なんて言いますか、計算され尽くしてできているような感じがします。さらに詳しく見るとですね、この白い人物の左腕はですね、歩くと同時に前後に揺れてますね。ところが右腕の方はですね、だらーんとして動いていないのがわかります。まあ怪我をしていると考えるならばですね、この人物は左足と右腕の方をですね、怪我をしたあれしているように見えます。でその右腕の方の手首から下がですね、動きもなくだらんと下に垂れ下がっているということです。まあ、この CG かどうかわかりませんけどもね、これが CG によるものであるとするならばですね、この CG の制作者はそんなところまで計算に入れて作ったということになりますが、果たしてどうなのでしょうか。まあ多分ですよ、インチキ写真を作る人の心理としてはですね、もう少しなってますかね、自然に両腕両足が動くような、まあ、人物をですね表現したのではないかと思うわけです。ところがですね、左の、まあ、その白い人物はですね、右の、まあ、その普通の人のって言いますかね、普通の歩き方をしている人の動き方と見るとですね、何かしらこうぎこちないところもあるわけですよね。まあ、これをどう判断したらよいかということなんですけども、それにしても CG であるとしてもですね、それにしてもよくできた CG ということになるのではないでしょうか。今は一応クエスチョンマークをつけておくことにします。あまりにもあまりにもという動画ということになります。As to a mysterious alien spotted in Jharkhand's Hazaribagh, India, Curry Tales, who uploaded this video clip on June the 3rd, 2021, writes as follows. The official source who captured the 30-second video chose to stay anonymous.But the source revealed to Republic Media Network that she and her colleagues have been traveling down that route for years in the morning, night, and sometimes even at 1 or 2 a.m. インドのハリザバーグ・ジャルカハンドで撮影されたエイリアンと思われる人物について、この動画を2021年6月3日にアップロードしたカーリー・テイルズ氏は次のように書いています。この動画は匿名で30秒間撮影されたと公式には発表されています。レパブリックメディアネットワークに公開された情報元によれば、彼女と彼女の仲間はその街道を何年も行き来しているそうです。撮影されたのは午前1時から2時ごろのことだったと言います。広志林、浜松シティ、ジャパン。5分の1スローにして検証してみます。
この人物ということになります。どこか歩き方がぎこちない感じがしないでもありません。それに身長は120-130センチといったところではないでしょうか。で、CG の合成ではないということが証明されない限り先へ進むことはできませんが、 CG の合成ではないような気がします。で、このエイリアンらしき人物を見てですね、私が真っ先に思い出したのが UK のシルベリーヒルで起きたトール・オワイト事件です。その様子といいますか、証言者の描写とですね、この動画に撮影された白い小さな人影の様子がですね、まあ、大変よく似ていると言いますか、一致したということになります。で、続く動画の中ではですね、シルベリーヒルに現れたエイリアンについての動画を皆さんに紹介します。まあ、果たして同じタイプ、同じ種類のエイリアンなのかどうか、それは今の段階では断言できませんが、しかし異様に手が長く足が細く、そしてどこかぎこちない歩き方をしているということです。One of my YouTube subscribers wrote to me as follows. Hiroshi Hayashi, but I agree with you that Stonehenge is a totally fake site and lost any real significance as nobody understands why or what it was for. Geology alone disproves its ability to be ofany relevance. But a site nearby called Silberry Hill has real significance. Have a look at the photos of it in Wikipedia. It's all really interesting. UK 在住の視聴者の方よりこんなコメントが届いています。ヒロシ、ストーンヘンジはあなたが指摘するように完全にインチキ遺跡です。今やそれがなぜ何のためのものであったかの意義をすべて失ってしまいました。ただその位置だけが参考になるだけですが、その近くにあるシルベリーヒルには本当の意義があります。ウィキペディアでどうか写真を見てください。2017年10月8日。
広瀬林、浜松市、ジャパン。皆さんをシルベリーヒルに案内する前に、林博士のライン理論を簡単に説明しておきます。右上がギザ高原のナンバー2ピラミッド、左下がイースター島です。その間を線でつなぎます。その線は狂いなく伸直線下にナスカを通ります。そしてこの赤いラインが赤道ということになります。そしてその交点を私はウエストポールと呼んでいます。基準点中の基準点です。そして白い線は北極と南極をつないだ線です。その交点の座標はここに示しておきます。で、角度ですけども、その間の角度は正確に 60.00、120.00 となっています。で、右上の60度をですね、2つに分けて 30.00、30.00、30.00 とします。この 30.00 で右上に引いた線はエイブベリー、あるいはその近くのストーンヘンジ、そしてシルベリーヒルを通過します。この矢印の先に UK があります。UK です。で、その間のエラーはですね、11キロ前後です。この黄色いラインがウエストポールから引いてきたラインです。で、ここにエイブベリーがあります。そして右下にシルベリーヒルがあります。距離は 1.45km です。エイブベリーからシルベリーヒルまでの距離が 1.45km です。まあ、隣ということになります。では皆さんを UK のシルベリーヒルに案内します。シルベリーヒルです。向こう側にエイブベリーが見えています。林博士はカレンダー説を唱えています。そして手前がシルベリーヒルということになります。距離は 1.45km です。で、このシルベリーヒルは何かということですけども、6段になっていたということから、私、林博士は、まずカレンダー説を疑ってみるべきだと思います。360÷6 ってことになるわけですね。何らかの形で1段ごとに60のトークンを動かしていけば良いわけです。で、それで360になります。で、上面部が平らになっているのは言うまでもなく、彼らのクラフト、乗り物の着陸場ということになります。発着場ということになります。で、このシルベリーヒルには、いわゆるトンネルが見つかりました。で、現在その調査がなされているわけですけども、もちろん人工的なトンネルです。で、ごく最近掘られたという説もありますが、同時に太古の昔からここにあるという説もあります。今現在調査中ということになっています。で、このトンネルがなんと11キロ離れたエイブベリーまで続いているのではないかと言われています。話は脱線しますが、そのシルベリーヒルでは奇妙な事件が起きています。2009年7月6日の月曜日のことです。The Silvery Hill Stargate、 シルベリーヒルスターゲート事件というのがそれです。シルベリーに現れた白い巨人たち。これからは高度な超常現象について私たちはもっと注意を払うだろうという冒頭の文章に続いて、このレポートは事件のあらましを次のように伝えています。称してシルベリーに現れた白いノッポの巨人たち、シルベリーヒルスターゲート事件です。その時連絡を取ってきた人物は、2009年の7月6日の月曜日の朝早く、
シベリーを通り過ぎたところで車を運転していた。そこでその人物は3人の姿を見た。人物は名前を公表していない。最初それらの人たちが白い衣服を身につけていたので、何かの科学捜査をしている人たちだとその人物は思ったという。そこでその人物は車を止め、その歯だけに近づいていった。それらの人たちは身長が180センチほどあり、皆ブロンドの髪の毛を持っていた。それらの人たちは穀物を調べているように見えた。そこでその人物が畑の端まで来ると、静電気のものとは似ていないとは言えない音のようなものを聞いたという。パチパチと割れるようなノイズが畑中を走り回っているように見え、作物がその音の近くで優しく動いていた。その人物は腕と首の後ろの毛が持ち上げられるように感じた。その人物は畑の中にいるそれらの人に向かって叫んだが、最初は無視され、その人物の方を見ることもなかった。で、その人物が畑の中に入ろうとすると、畑の中にいたそれらの人たちは顔を上げ走り始めた。その人物はこう言った。それらの人たちは今までに見たこともないような速さで走りました。私は決してノロマではないが、それらの人たちはあまりにも速かった。ほんの一秒、目を離した隙にまた見ると彼らは行ってしまったのです。それから私は怖くなりました。ノイズはまだあちこちにありましたが、何か不安になり車の方に体を向けました。その日は一日中どうしようもないガンガンとした頭痛を覚えました。何度かその人物と警察官はその道を運転してみた。そしてその結果、いくつかのことが分かった。その人物が車を止めた道端の場所に行った時のこと、その人物はそれらの人たちがいた場所を指さした。その時一緒にいた警官によれば、その人たちの中の一人はシルベリーヒルの崖っぷちのところに、もう一人はそれよりも 2,3 ヤード離れた電車の線路の中に、そしてもう一人はその丘を半分ほど下ったところにいたという。これがシルベリーヒルスターゲイト事件の始まりです。多くの研究者がこの事件について研究、そして報告しています。シルベリーヒルについてはウィキペディア英語版などの方でもですね、例によって例のごとく祭りの祭事場の場所であったとか、さらには墓説もあったのには驚きました。まあ、墓だというわけですよね。まあ、後世の人たちが墓に利用したことはあっただろうと思いますけども、どうなんでしょうか。やっぱりこの辺りにも有力な豪族が住んでいたのでしょうか。大変興味をそそられます。で、今現在シルベリーの研究はかなり進んでいるようですね。で、こうした研究がなされ、まあ、要するに人工の山イコールピラミッドであったということになります。何のために、どうしてか。で、私はその謎を解くためには、一つにはライン理論による考察、もう一つはその 1.45 キロ離れたところにあるエイブ・ベリーとの関係を取り上げなければならないと考えています。エイブ・ベリーはナスカ理論によって、つまりカレンダー
であったと私は証明しました。エイブベリーロックカレンダー説 by 林博史です。エイブベリーロックカレンダー説についてはもう少し後に説明します。その前にこんな興味深い情報も入っています。それを紹介します。Quiero presentar estos testimonios que me parecen a mí extraordinarios, ya que son personas de un gran nivel de credibilidad, miembros del rescate alpino de México, aquellos que cerca del cráter del volcán Popocatépetl realizan ascensiones en busca de personas perdidas o de aquellos aventureros que no saben en lo que están incursionando. Bueno, ellos han visto lo que parecen ser personas de 2 a 2.5 metros, sin protección alguna para las condiciones tan extremas que hay en ese lugar y que deambulan libremente por ahí. ¿Qué le parece a usted esta información? Se la presento con Johanan Díaz. ¿Usted creería que existen seres de... de azufre? ¿Por qué no considerar que quizá este sitio sea vigilado, como aseguran los lugareños, por seres extraños que vengan de otros planetas y estén extrayendo algún tipo de mineral para emplearlo en sus naves o en general para su civilización? Para Tercer Milenio, Johanan Díaz. Wikipedia writes about Avery, UK as follows. Avery is a site of the largest ancient monument in Great Britain. It consists of a large henge, several stone circles, stone avenues and bellows. The main henge and stone circle surrounds the village of Avery in the English county of Wiltshire. Avery is one of the finest and largest Neolithic monuments in Europe, about 5,000 years old. Although older than the megalithic stages of Stonehenge, 32 kilometers to the south, the two monuments are product of the same culture.On the World Heritage List, Avery and Stonehenge are listed together as Avery Stonehenge and Associated Sites. However, Stonehenge is really a different site, built at a different time. Wikipedia English mentions nothing about what it is, what for it was created, andWho created it? Because no one knows it. No one except me. Avery is a rock calendar, which is my answer to this mystery. UK のエイブベリーです。いろいろ説明はされていますが、基本的には何もわかっていないということです。誰もそれが何のために作られたか知りません。私、林博を除いて誰もです。エイブベリーはロックカレンダーでした。広し林、浜松シティ、ジャパン。
では皆さんを UK のエイブベリーに案内します。まさしく拠点中の拠点ということになります。エイブベリーです。円形の遺跡です。その周囲には深い堀が掘ってあります。そしてこのような岩が並んでいます。この岩は何のために、どうして、誰が作ったのかということですね。まあ、それが謎というわけですけども、その謎解きに挑戦してみました。で、これがエイブベリーの復元図です。最も信頼のける復元図と判断しましたので、この復元図を検証してみます。左下ゾーン A というふうに私分けましたけども、ここには24個の岩があります。そしてゾーン B には22個の岩があります。で、この赤い丸に注意していただきたいと思います。この赤い丸のところにエントランスがありますね。そしてエントランスの、まあ、片側には大きな岩が立っています。で、私はここにもう一個岩があったはずと考えました。ここが重要なポイントですから、皆さんも注意深くご覧ください。ここにもう一個岩があったはずと考えました。というのは他のエントランスには1個ずつ計2個の岩が立っているからです。他のエントランスを見てみます。このエントランスに注意してください。この道の両側に1個ずつ計2個の大きな岩が立ってますね。で、ここにも2個大きな岩が立っています。で、もう一つのエントランスにもやはり同じように2個大きな岩が立っています。が、先ほどのエントランスには1個しかありません。注意深くご覧ください。ここにもう一個岩があってもいいわけですよね。ですから私はこのゾーン B に一個の岩を加えました。で、22個が23個になります。で、これで検証してみます。すなわちゾーン A は24個、ゾーン B は23個、ゾーン C は27個となります。この数が何を意味するかですね。で、中央、下、右下には29個の岩が並んでいて、並んでいます。そして、この、先ほど言いましたように、ここには1個の岩が欠けているということも注意してくださいね。そして、29個の岩の上にちょんと1個余分に跳ね出てますね。で、私はこれを 0.5 と判断しました。で、合計 29.5 となります。そして、その、上に27個のやはり岩が並んでいます。これは何を意味するかですね。もうお分かりですね。時計回りに24、23、27。で、それを、12、12、13、12、12、13に分けて考えます。数字はそれで一致します。つまり、1ヶ月は 29.5 日。1年目は12ヶ月。2年目は12ヶ月。3年目は13ヶ月という、純粋退院歴を表していることになります。注意深くご覧ください。1ヶ月は 29.5 日です。29.5 日です。そして、1年目は12ヶ月。2年目も12ヶ月。3年目は13ヶ月。4年目も、12ヶ月。12ヶ月、13ヶ月と並びます。つまり、1ヶ月を 29.5 日で計算しますと、3年目ごとに1ヶ月分の余分が出ますから、3年目をですね、1ヶ月足して13ヶ月としました。そしてこの27は何かですね、これは後でもう少し詳しく説明しますが、それでもエラーが出ます。27年目ごとに約30日分のエラーが出ます。そこで27年目についてはですね、13ヶ月とすべきところを12ヶ月とするという意味です。毎日何だかのトークンを動かしながら、そして、まあ、古代の人たちは、一年、季節、そして、月、日を知ったということになります。で、ここで皆さんに、今からちょうど3年前の2013年の9月13日に発表した動画を皆さんにご覧いただきます。ナンバー441です。まあ、その中で、エイブ・ベリーの答えというのを発表しました。で、
ここで今まで説明してきたことと内容は同じですが、まあ私たち人類にとって大変重要な内容かと思いますので、まあもう一度皆さんに確認していただきたいと思います。エイブ・ベリーです。441そのものはですね、私のホームページから目次を見ていただければそのままご覧いただけます。で、これがエイブ・ベリーです。そしてその堀がですね、中央下に人間が見えますかね、大変深いということですね。簡単には近寄れなかったということになります。まあ、それだけ重要な拠点であったということになります。そして復元図がいろいろ発表されていますけども、このミック・アストンとティム・テイラーという方のね、発表なさった復元図が最も正確かつ、なんて言いますか、信頼がおけるという意味でね、この復元図を、この方に出ている復元図を、使わせていただきました。で、まあ、結局この先生たちもおっしゃっていることはですね、何のためにどうして誰が作ったということは全くわからないということなんですね。で、もちろんカレンダー説っていうのは、現在に今もありません。by 林博士説以外はありません。で、皆さん自身の目で見て、確認して納得していただきたいと思いましたので、しっかりと説明します。これが今言いました、エイブ・ベリーの復元図です。で、本を見ますと、発掘調査して、まあ、痕跡を見つけてね、そしてこのような、復元図ができたということです。で、ここにゾーン A、先ほど言いましたゾーン A ですね。ここには24個の岩があります。繰り返しになりますが、しっかりと皆さん自身で確認してください。判断するのは私たち自身だということです。そしてこの岩から岩までが22個です。数えてみてください。そしてゾーン C は27個です。こういうふうに岩が並んでるってことですね。で、このままでは謎が解けないんですね。で、ここに、いわゆるまあ、上限の月が書かれていると思いますけども、D の字がありますね。そして周囲に29個の岩があり、1個だけこの岩が跳ねてますね。ですから私、林博士はこれをですね、29.5 と判断しました。そしてその上には、27個の岩が並んでいます。27個の岩が並んでいます。ここが重要です。で、もう一回このゾーン B に戻っていただきます。で、この入り口のところなんですね。先ほど言いましたように、もう一度皆さんに確認していただきたいと思います。エントランスのところに2個岩が立っているはずなんですけども、1個しかありません。ですからこの真んのところにもう1個私は岩があったはずと考えました。他のエントランスをもう一度見てください。両側に1個ずつ立ってますね。このエントランスにも両側に1個ずつ立ってますね。そしてもう一つのエントランスにもやはり1個ずつ立っています。ところが先ほどのエントランスには1個しか立っていません。つまりこのクエスチョンマークのところにもう1個岩があったはずと私、林博士は考えました。そしてこの1個をゾン B に加えます。まあ、22個だったんですけどもね。まあ、この三角のところの1個を加えますと23個になるということです。そして、この、今皆さんに見ていただきました岩をもう一回、わかりやすくチャート化してみました。左からですね、時計回りに24、22、これに1個足しまして、23とします。そして、27ですね。そして右下に 29.5。そして、右上に27という数字が出てきます。で、この数字は何かということですけども、もう、わかりですね。純粋単位的。の、まあ、カレンダーということになるわけです。で、実際には29.53日。まあ、見かけ上のね、月の公転周期は 29.53 日です。すなわち、新月から新月までが 29.53 日です。そして、地球の公転周期は 365.2563604 日となります。で、これで計算しますと、29.5 日でね、計算していきますと、ちょうど3年目ごとに3、
ずれが32、出てくるわけですね。ですから、1ヶ月分足して13ヶ月とします。それでも 3.158 日ずつのずれが生じてきます。わかりますか？ 1 年ごとに約10日のずれが出てきて、3年に約32日のずれが出てくるです。それでも、13ヶ月にしてもずれが出てきます。そして、ちょうど27年目にですね、28.421 ですかね。ちょっと字が小さいので見にくいんですけども、のズレが生じていきます。ちょうど1ヶ月分ということになりますね。ですから、27年目はですね、3の倍数ですから、本来なら13ヶ月とすべきところなんですけども、12ヶ月にして1ヶ月は足さないという形にして、純粋対位力を対応力に、適合させています。で、もう一度見てくださいね。12年目、12ヶ月ですね。そして、3年目が13ヶ月、4年目が12ヶ月、5年目が12ヶ月、そして、6年目が13ヶ月となります。で、これで順番に見ていきます。で、1年目が12ヶ月ずつって繰り返しますね。それで、これで6年が終わりました。7年目に入りました。そして、順に繰り返していきます。で、24年目に入って、27年目に、ここで13ヶ月となってますけども、ちょうど1ヶ月分余分に出ますから、この13ヶ月は12ヶ月しますよという意味なんですね。これがエイブベリーの6カレンダーの意味です。つまり、エイブベリーは6カレンダーであった by 林博史先生ということになります。で、例えばこれ自体が暦になってましてね、これが10番目のというふうになりますと、10月28日、私の誕生日ですけども、このようにして暦としても使えるということになります。となりますと、目印があるかということになりますね。実は目印も見つかっています。トークンも見つかっています。それを後で紹介します。要するに、これがエイブベリーのカレンダーとしての使い方であり、機能であり、また、エイブベリーが何のためにあるかという、まあ、その内容ということになります。つまり、エイブベリーは、まあ、世界の標準時刻、あるいは標準カレンダーということになるわけです。まあ、こうした巨大なカレンダーを作ることによって、まあ、日にちを定めたわけですね。これは、エイブベリーで見つかってますけれども、斧ということになってますけども、これは斧ではありませんよ。トークンですよ。これを毎日動かして、そして、日、月、季節、年を知ったというわけです。置いてみますから注意深くご覧くださいね。時計回りに置いてきます。そして毎日誰かがそのトークンを動かしていきます。しかし誰かが邪魔したんじゃ困るでしょ。だから深い深い堀を作ってガードしたということになります。まあ、辻褄が合っていくわけですね。そして、重要なことは、このウエストポールから、エイブベリーはちょうど30度の距離、方向にあります。このことは次の動画の中で大変重要な意味を持ちますから、ちょっと記憶に留めておいてください。エイブベリーは、明らかに空を自由に飛ぶことができた人によって、計画され、そして作られたということです。人間ではありませんね。その、エイブベリーの、まあ、暴走と言いますか、それが次々とその後出てきましたので、今日改めて皆さんに紹介します。どうかご覧になってください。Bye for now.